ところでアクアラグナって？とても大きな高潮のことよ。もしその最中ならこの辺は海の底ね。アクアラグナってすごいのね。あるわ。レンタルブルショップ？この自転車は？ここに奴が向かっておるとの情報は本当だったようじゃな。どうします？面倒な奴が現れたもんじゃない。計画の修正が必要なようじゃ。では、飛翔艇を襲撃する計画は延期に。海軍大将がおるうちは表立って事件など起こせんわい。タティフラムの持つ設計図を優先した方が良さそうじゃな。まずはみんなに報告せい。はついたぞ。ガレーラカンパニーはあそこか。道を回るしかないみたいね。行きましょう。さあ、ガレーラカンパニーの一番ドックに向かうわよ。行くぞ。よし。
綺麗なものがいっぱい。気になるみたいね。行くぞ。よし。いいもんがあるじゃねえか。いろんなものが置いてあるけど、ここはなん。いいもんがあるじゃねえか。リムちゃん、店もいくつかあるけど見ていくか。あなたたちが見たいなら付き合ってあげてもいいわよ。私のお金。行くぞ。よし。ようやく着いたわね。あれ、現実世界の一番ドックと壁とか全然違うような。そうか、こんなもんじゃねえか。
着いたわ。ガレーラカンパニーよ。ここは何？造船所だ。ここで船を作ってる。ここで船を作るの？アディオの家より大きな船ができそうね。さあ、ロブルッチを探しましょう。みんな忙しそう。リム、邪魔になるといけないから勝手に動き回っちゃダメだぞ。そうね、気をつけるわ。行くぞ。よし。お、うまそうな匂いがすんな。鳩のやつはどこだ？教えてくれ！誰がばあさんじゃ？ばあさんじゃった。あたしゃ忙しいんだ。後にしておくれ。そこをなんとか。なんと言われても今は無理だよ。ほんと、あの二人はどこでサボってるんかね。ちょっとあんたたちやめときな。忙しい時は何を言っても聞きゃしないよ。ね、ハツバ。誰がハツバじゃ。わちじゃった。ああ、今は忙しい。忙しすぎるんじゃ。私、おばあさんに聞きたいことがあるんだけど、相手にしてもらえないのよ。どうして？そうは言われてもどうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの、そのユカとニーナって？ああ、この食堂の看板娘だよ。あの子たちが来れば、ハツさんも少しは手が空くだろうさ。それにしても遅いね。もうとっくに来てもいい時間なんだけどね。何かあったのかね。そうか、そいつは心配だな。どこかでレディーが困ってるなら、エスコートするのがこのプリンスの務め。任せろ、二人は俺が連れてくる。おい待て、どこに行く気だグルマイプリンス。闇雲に探しても迷うだけだ。てめえにだけは言われたくねえな、クソ剣士。ちょっと、あんたたちいい加減にしなさい。はあ、面倒だけどさっさと片付けるのが良さそうね。おや、あんたたちが探してきてくれるのかい。見かけによらずいい子たちだね。助かるよ。妹のユカはメガネでショートヘア。人の少ない資材置き場あたりにいることが多いね。
姉のニーナは赤髪のクセッケ。船が好きだから製造中の船でも見てると思うよ。ほらほら、これ以上忙しくなる前によろしく頼んだよ。行くぞ。よし。行くぞ。よし。この場所は何？見たとこ
資材置き場だ。行くぞ。よし。さっきの機械、勝手に動かしてよかったの？行くぞ。お、宝箱見っけ。ほいや。よし。なんかあんのかな。行くぞ。よし。ねえ、勝手にこんな上まで上がってきてよかったの？平気平気。行くぞ。よし。行くぞ。よし。
意外な場所にあったわね。
そういや、ナミさん、市長邸はどこにあるの？どこって、市長邸なら一番ドックの奥に。あれ？そう言われてみると、さっき中を見て回ったけど、どこにもなかったわよね。きっとこの世界の市長邸は別の場所にあるんだわ。適当に歩いてりゃ見つかるんじゃねえか。あんたね、はあ、なんとなく誰のせいで場所が変わったのか分かったような気がするわ。とにかくおっさんの家を探せばいいんだろ。そうね、探すしかないわね。よし、行くぞお前ら。完成するところ見たかったな。アイスバーグはどんな人なの？ガレーラカンパニーの社長でありながら、ウォーターセブンの市長もやってる人よ。あの綺麗で大きな町も、すごい人ってのは分かったわ。おい、あいつはまさか。うわ、こいつ青木じゃねえか。あらら、ここに現れた。ロングリングロングランドで会えると思ってたんだがね、予想は外れちまったみてえだな。こりゃいい女になったな、ニコロビン。ちょっと待ちなさい、カッカしなさんな。俺がここに来たのは、ニコ・ロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。ねえ、やっぱりお前ら今死んどっか。何？ロビンちゃん！うわあ、大変だ、すぐに解凍しないと。まあ、成り行きってやつか。お前たちの冒険はここまでだ。ルフィ、戦うぞ。政府はまだまだお前たちを軽視しているが、これだけ癖者が顔を揃えてくると後々面倒になるだろう。これまでにお前たちがやってきた所業の数々、その成長の速度、長く無法者を相手にしてきたが、末恐ろしく思う。そして政府に及ぼす危険度が最も高いのはニコ・ロビンだ。もうこれ以上は見逃せねえ。ふざけんな、ロビンは絶対に渡さねえ。じゃあ俺を止めてみな。まあ俺が。
ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカね、行くわよサイクロンテンポ。よし行くか。そっちか。危機急騰流アシュラ一武器。怖くなんてねえぞ。入ってちゃわけねえな。サンチ君、いただくわ。ここは任せてもらおう。ビビってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。ささささサビー。ここは任せてもらおう。やめよう。サンダーランス先鋒。ひどいことするじゃないの。あんたらも運が悪いね。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。さささささびー。あんたらも運が…アイスタイムカップ。まずいわね。こいつ強いわ。あんたらも運が悪いね。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。さささささびー。随分と冷えやがり。ここは任せて。アイスタイムカップ。見てろ、これからだ。ここは任せてもらおうか。アイスエイジ。これくらいで弱音吐いてちゃわけねえな。ビビってなんかいねえぞ。随分と冷えやがり。背中の傷は金子の恥だ。これ食え。アイスブロックパルチドやるな。またやれる。まずは飯だ。
前ら無茶しすぎだぞ。冷たな、みよ、これいちちちちちギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカー。あんたらも運が悪いね。やめよ。まだやれる。まずは飯だ。悪い、助かった。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーランス連邦。ひどいことするじゃないの。怖くなんてねえぞ。ここは任せてもらおう。いってはっ。おっとっと、っアイスエイジ、これくらいで弱音吐いてちゃわけねえな。記念者は私だ。これで大丈夫なはずだ。冷たな、みよ、これいけるか。メスだ。ここは任せてもらおう。行ってなんかいねえぞ。これ食ってくれ。切りがいがありそうだ。き急刀流アシュラ。ひどいことするじゃないの。あらら、やるね。俺の能力をよく知ってるじゃない。もう覚えた。こっちは何度も食らってんだ。初対面の相手に何言ってんの。それとも夢の中なんかで先に会っちゃってたわけ。みんな、ロビンとナミを連れて行け、早く。こいつ、あの時より強え。わかった。ナミさんとロビンちゃんを避難させたらすぐに戻る。おう。逃がさねえよ。待て、仲間には手を出すな。この勝負、俺とお前でケリをつけよう。構わねえが、面倒なんで殺していくぞ。やれやれ、しんどいな。ここまで手こずるとは思わなかったぜ、麦わらのルフィ。一騎打ちを受けちまったからには、この勝負俺の勝ちで、それまで。そういうことか。これ以上他の奴らに手を出せば、野暮は俺だわな。なあ、船長。うん、脈拍は正常だな。とりあえず、ロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。でも、ロビンの体は冷え切ってる。早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞ、チョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。わかった。こっちは任せてくれ。ルフィがここだ。全身が完全に凍っちまってる。まずいな、早く溶かさねえと。
急いでメリー号に運ぶぞ。急げ、チョッパーたちと合流だ。分かってる。確か水で溶かして、それからお湯だ。メリー号に戻れば湯も水もあるな。みんなもロビンちゃんを連れてメリー号に戻ってるはずだ。いいか、クソ剣士、メリーんとこ行くにはまずヤガラブルに乗って。うるせえ、分かってる。このまま通り沿いに進めばいいんだろう。違う、ここはね、正解だ。ああ、急ぐぞ。もう少しだ。慎重に運べ。どこも壊すんじゃねえぞ。ああ、分かってる。急ぐぞ。もうすぐ着くぞ。ああ、分かってる。メリーはどこに行ったんだ。ウソップは、うわー、ルフィも凍ってる。落ち着け、チョッパー。メリーとウソップに何があった。わからないんだ。俺たちが来た時にはもう、あいつは海賊狩り。じゃあこいつら麦わらの一味か。船長はいねえようだが、なかなかの賞金額だぜ。いただいちまおう。てめえらも、うちの狙撃手と船を奪いやがったの。狙撃手、何のことかわからねえが、船は俺たちが有効に使ってやるよ。解体してんな。仲間が凍って大変な時に悠長に構えてる時間はねえ。船と仲間返してもらうぞ。こいつらの格好、なんか見覚えあるような。奇遇だな、ナミさん。実はそれ俺も同じなんだ。まさかこれは二人が惹かれ合ってる証拠。おい、アホこっけ。悠長に構えてる時間はねえって言っただろうが。早く回復しなきゃ。三刀流を三千世界。肩慣らしといくか。竜巻。
これで元気になるぞ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。今行く。まだやなってねえの。待ちなさい。ナミさん、おりゃ効かねえな。こんな、さてと、刀の旅にしてやる。やるな。くそ。コックにさっ、まだそこどけ。俺の方が強い。こいつら手ごわいぞ。フランキー一家をなめるなよ。バラした船は返さねえが、この借りは必ず返してやる。あの格好、確かにそうだわ。あいつらフランキーの仲間よ。そういや、見覚えがあるな。それじゃあウソップはメリーごとフランキーのところってことか。そうね。ウソップがメリーを置いて逃げるとは思えないわ。メリーの中にいると考えるのが妥当ね。とにかくあいつら追いかけましょう。待ってくれ、今はルフィとロビンが危ねえからこっちの治療が先だ。そうだな、ロビンちゃんとルフィが先だな。でも治療するって船がないのにどうするの。氷は水でも溶かせるけど、必要なのはお湯なんだ。お湯がないと二人の体温を戻せねえ。分かった、行くぞお前ら。町に戻れば湯くらいどっかにあんだろう。ちょっとルフィは凍ったままでいいの。体力のあるルフィより今危ねえのはロビンちゃんだ。グズグズしてると手遅れになっちまう。